男子10番の試合、宮崎南、熊手南の試合を3ピストで行います。宮崎南、熊手南の選手監督は3ピストに入ってください。続いて12番の試合、緑岡岡山ライアンズの試合を2ピストで行います。緑岡岡山ライアンズの選手監督は2ピストに入ってください。